井川さんは日本人ですか？の作曲家の、うん、まあ、若手の作曲家の方なんですが、うん、フルート三重奏さざ波の調べという、さざ波、さっきさざ波って何って言ってたけど、なんだろうねっていう話してたけど、さざ波ってこういう感じですよね。あ、何もねえって話。まあ、前振りじゃない。ドーンじゃないよね。の調べという、曲です。池江璃花ちゃんだから、大きい意味では後輩になるんですよ。芸大の作曲の人。あ、そうなの、あ、そうそうそう。うん、なんだって、だそうです。結構、劇版とかよく書いてらっしゃる。学書が2つあって、まあ、どこがどうさざ波なのかっていうのを各自やって想像していただければ、あまり後ろ振り返ってもいいですね。なんじゃこの景色で、いや、なんか初めてやった時にはこの曲まだ存在しなかったね。そうだね、うん、で、それなんかやってくると、なんかちょっと海っぽい曲やりたいですねっていうところから、この曲をちょっとやってみたら、最初にバスフルートをやったんですよ。で、悪くなかったんですけど、なんかさざ波というか、なんかね、うん、とろみがついてましたからね。ちょっとなんかとろっとした感じになっちゃったんで、うん、なんか普通のフルートもこれでいいかもっていうところで、この曲はフルートで、ね、やろうかなと思っております。そうですよね、名前が戻らない。
自由なんですけど、フランス人作曲家の曲は自由なんですけど、まあ、そこはやっぱりバロック古い、もっと古い時代の曲なので、落ち着く、ああ、バロック音楽の調べだなっていう感じの曲ではあります。まあ、特になんかフレンチバロックっていう、フランスの作曲家なので、作曲家というかフランスのフルート奏者、ボアモリティさん、めちゃくちゃ曲書いてます。多いよね。もうフルートのトリオだけで、多分本当何十曲みたいな。うん、ベルサイユの、あの宮廷音楽家だった。そうなんです。もうとにかく、いわゆるその当時 のベルサイユ宮殿というのは、音楽的にはなんかもう、一番なんか、モダン中のモダンみたいなね、ことやってる。で、ベルサイユピッチなんですけど、特有のほら、あのピッチ、ね、392Hz。オトテールっていうね、あの人がもともとこうやって、そこで、あの楽長をしながら、そのフルート奏者みたいな、オトテール一族。まあ、たぶんね、何を言ってるのか、多分わかんない方がほとんど、私もなんか半分わからなかったけど、多分わかってないで説明してると思うんですけど、要は、なんていうか、すごい、結構その昔の作曲家って、ドロドロの状態のお金持ちの中で、一生懸命曲を作ってたっていうイメージが近いかな。あるいはその、うまく金券にこう乗っかって作ってた人も多いですよね。お金に苦労しない分で。まあ、それがいろいろ大変だったみたいですけどね。そうね。今はもうあれ。まあ、自由だよね。気楽かもしれないですね。だお金ないですよね。お金ないですよね。フリーランスの音楽家なんて、そういう金ないですからね。ないですね。まあ、それは置いといて、チリとか全然やばいでしょ。チリはだって法律じゃないじゃん。そうじゃない。
京都と神戸の位置関係分かんなかった。あの最近思いました。京都が手前ですね。まあまあそうですあの神戸と大阪がちょっと曖昧です今だに大阪だ大阪だ大阪が先ですよね。もっとしたんですよ。そういう感じなんですけど、まあ、一応あの遺言書はちゃんと作りました。私、同じくらい。ちょっと私、東北がどこにあるんだ。東北は分かんないけど、東北関係の場所が分かんない。ちょっと九州はもっと分かんない。九州は分かんない。四国は謎。困ったな。まあ、フォアモンティでいきますか。じゃあ、フォアモンティの、これなんだ。三本のフルートの音がそうなんだ。ですね。1楽章、2楽章、まあ、本当に5つの楽章になっておりますが、その中から今日は4つ、5つ、6つか、うん、今日は4つ、まあ、いろんな形式の、踊りでございます。うん、まあ、最初は大星序曲のようなものから始まって、あとはアルマンド、ガボットとかね、そういういわゆる、踊りの形式のが加わり、加わった、曲になっております。まあ、バロックらしさを楽しんでいただければと思います。1725年にパリで作曲されたみたいです、はい、パリで作曲されたパリです。そうか、はい、うん、
アドレナリンが出まくるから、
あのなんか全てがスローに見えるとか。そう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 、あだからもうだから一流の 武術家とかって敵の動きがこうやって見切れるってのはこういうことなのかなみたいな。もう本当にむしろ余裕を持ってる。だから曲を知っとかないといけないとか、その時にだから他の、まあ、重鎮のプレイヤーに言われたのが、その例えばそのフルートがね、ファーストパート、セカンドパートってあって、まあ、自分はセカンドパートに乗ったけど、ソロが吹けないオーケストラプレイヤーっていないから、とにかく何の曲でもソロ、そのフルートのね、オリジンメロディーからソロの時は、もう全部その楽がなくて受けるようになっておかないと仕事ないからって言われて、ああ、なるほどと思って、その時はだから、まあ、その残念なうちの師匠だったんですけど、なるほど、反面教師っていうのはこういうことだと思って、だから、まあ、いい経験じゃないですか。その時だから、もう、あオーケストラの仕事っていうのは、なるほど、こういうもの、ある意味ではこういうものかなって思って、あとはもう、反面教師っていうのはこういうものだから、少なくともこういう人間にはなっていけないです。と思いましたね。うん、まあ、その後、まあ、何年も、同じ人に似たようなことは何度もされて、上州なんですよ。だって福島の駅に9時集合って言って朝の、まあ、要するに音楽鑑賞教室のあれで、9時福島ってまあちょいちょいあるんですよ、始発で行くって。で、うちの師匠はね、いないんですよ、いないの。で、そしたらもうちょうどなんかこうって電話がね、どこにいたらって言って、めちゃくちゃ怒って、いや、どこにですか、みんないますよって言ったら、福岡にと。服しか合ってない。服しか合ってない。服は合ってるねって言って、うん、なんかよくわかんないけど、そこでなんか、あ、福島です、今日って言って、そしたらなんか無言になって、スンって切れて。で、だから、うちの人は全部こうやって MC とか楽器紹介とかやったけど、それをみんなでやるようになって、うん、それで一つだから、自分たちで逆に言葉にができるようになったっていう。本当に、そういうこともありましたしね。やらかしたっていうか、青ざめた経験としてはね、本番で集合だったんですよ。その時に、多分ね、木管クインテットっていう編成があるんですね。フルート、オーボエ、ファゴット、クラリネット、ホルンっていうね、まあ、木管プラス、木管だけじゃないですね、ホルンが入るから。その50奏とプラスピアノっていう編成で頼むわって言われて、パーティーの仕事だったんですよ。で、まあ、当日合わせ、当日。入って、まあ、さらっとやって本番っていう仕事ですね、やっつけ仕事みたいなのが昔あったんですね、いっぱい。それで行ったらピアノがなかった。どうするってなって。まあね、ピアノなかったのが一番大きかったかな。譜面台ないとかね、そういうのあったけどね。譜面台ない場合はね、譜面台なくて一回もう直前で一譜面台っていうのをやってもらったことあります。そこだったんで、それは俺もある、ね、こうやって前に立ってて、椅子とかね、椅子とか持ってきて、なんかね、あ、そうか、うん、屋外で、ね、飛んでっちゃうんで、ね、人がこうやってやってくれたことありましたね。でもいっぱいね、数限りなくやっぱね、積み重ねがあるんですよ、怖い。まあ、怖い話はともかくとして、最後の曲になりますが、イロハニトゲット。イロハニホヘト、チリヌードルの最初ですね。で、イロハニホヘトっていう名前がついてるからには、一楽章だけなんですけど、非常に和風です。で、これがまたフルートストリオのための曲なんですよね。なんですが、まあバスが似合う。ということで、今日演奏会の最後にふさわしい感じですね、おそらく。いいよ、別に。そんなね、子供はね、動くのが当たり前だから、全然大丈夫、OK にしたらいいですよね、他のお客様もね。気にしないですよね。ここにいらっしゃってる方は多分気にしないと思いますけど、大丈夫、気にしない。最後の曲だからね。聞いてて。本当に何でもちょっとびっくりした。ふっつけちゃった。Thank you.
一家に一枚、無関心を言うとね、子供用と。何ですか、ね、フィギュアじゃないの、こういう、バルケがなんか来たんで。バルケなの、何なので、まあね、もしよろしかったら、まあ、アンコールっていうよりは、ケーキ漬けで、最後に。本当にユニークなんで、ぜひ期待してください。よく皆さんご存知の曲です。ある年代以上じゃないかな。そあそこまで使われて、前は朝ドラ、今のじゃなくてね、前の朝ドラがもうからこれ歌ってた人の話。笠木静子さん、知らなかった。あら、知らなかった。うちテレビないです。あ、じゃあ払わせない。払ってないです。ないって言い方がない。うちもないけど払ってます。まあまあまあ、まあいいや。ではでは。